この中東の動き全般ですけれども、はい、もう含めてですけれども、どこがポイントになってくると、このイランの中心に見た場合。11月3日アメリカ大統領選挙です。全ての道はアメリカ大統領選挙について通じ。皆さんこんばんは、ジャーナリストの岩上康美です。アメリカおよびそのイスラエルとですね、同盟国のイスラエルと、そしてイラン、この全面衝突するんではないかと言われてたんですけれども、このイランの反撃に対してですね、トランプが一転して、このなんて言うんでしょうか、柔らかいソフトな対応を示したことで、軍事衝突、全面的な衝突というのが回避された、こういうふうにこの1日2日報じられているわけですね。世界中で、日本でもそうですけど、一気にみんなこの緊張から解放されたような感じになってるんですけど、果たして危機は去ったんでしょうか。その点を今日はですね、放送大学名誉教授の高橋和夫先生にお越しいただいて、その点も中心にこの背景についてもお話を伺ってまいりたいと思います。ということで、高橋先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回、まあ、スライマリ殺害の最終的に決定の引き金となったのは、うん、やはりバグダッドのアメリカ大使館にデモ隊というか、うんうん、を仕掛けて、はい、でどうもね、うん、まあデモだから騒ぐんですけど、うんうん、大使館の敷地内には入ったりしないということで計画してたみたいなんですけど、うんうん、現場が走っちゃって、うん、おいみんなやめろというのに、うん、まあ、施設の一部壊すというようなことがあって、その映像を見てトランプがこれを思い出して、うん、ここでということになったんですね。ですから、まあ大使館というのが大きいと思うんですね。それからもう一つはね、うん、この大使館絡みでは、うん、まあ、国務長官ポンペイオですよね、はい、でリビアでベンガジというところの領事館が襲われて、アメリカ大使から4名のアメリカ外交官が殺害されている事件があったんですよね、うんうんうん、はい、あの時はオバマ政権、はい、ヒラリー・クリントン国務長官でした、はい、で国務省がね、しっかり、ヒラリーがしっかりやってない、うん、大使館領事館をしっかり守ってないからああいうことになったんじゃないかって共和党はすごくつついたんですよね。でその時の急先鋒が当選したばっかりの下院議員のマイク・ポンペイオという人だったんですよ。なるほど、うん、ですから彼を今度は彼が責任を取らされる場面ですからね、うん、今度なんか大使館で何かあったりしたら、うん、彼は立場がない、うん、でそればかりか彼はね、トランプは、ね、永遠に生きるわけじゃないですから、うん、まあ、長くやってももう4年ですよね、うん、その再選してもということですよね、うんうん、その次は俺かな。お、狙ってるんですか。うん、そうですよ。だから私は P チームというんですよね、うん、ペンス副大統領とポンペイオ、うん、この2人が、まあ、とりあえずは狙ってる、うん、だから何が 何でもトランプにごますってついていって、うん、2期目後のトランプ、あるいは共和党の指名、うん、あるいは、まあ、トランプが負ければ次のという指名で、うん、まあ、もちろんペンス、ポンペオ、それからこれやばいなこいつはというんで途中でパッと降りちゃったニッキー・ヘイリー、うん、国連代表女性なんかがもう4年先、8年先を見てるわけです。睨み据えて、十数発の弾道ミサイルを発射して、はい、このここからですね、いよいよ報復するんじゃないかなと思われたわけですね、はいはい。ところがトランプは8日の11時の演説で死傷者は出なかったとか、うん、追加攻撃の可能性は低いとか、うん、イランのね、はい、一転してその米軍によるエスカレート、反撃のエスカレートを避けるようなことを言って、はい、経済制裁に切り替える、はい、さらに新たな核合意を考える、それからイランとはアイスとの戦いで協力者、まあ、極端にコロンと変わったわけですよ、はいはい、このなんていうか転び方というのはどういうこと、どういう力が働いてますか。私はね、基本的にね、うん、トランプは戦争したら2期目が危ないという意識を持ってて、戦争はしたくないんですよ。だからイランをいじめてね、俺イランやっつけてるぞと、あの憎いイラン、うん、俺すごいだろうとは言いたいんですけど、うん、戦争して実際アメリカ人の血が流れ始めたら自分の人気に関わるというのはよく分かってる、うん、イラン、アメリカにはね100万人単位のイラン系の人がいるんですよ。でね、大変100万、うん、大変お金持ちなんですよ、みんな。あ、そうなんですか。経済的に成功してる、というね、一つはね、シャアの時代いい生活ですとか、うん、イスラム体制だから来てるでしょ。だからもともと留学できてた人とかね、うん、でイラン人はものすごい勉強するし、だからハリウッドのね、うん、大通り大半イラン人が持ってるとかね、ユダヤ人みたいですね。うん、ユダヤ人次ぐ成功みたいな感じですか。いやいや、イラン系のユダヤ人もいますから。僕ダルビッシュにね関して
2つ言いたいことがあって、1つは別に文句じゃないんですよ、はい、あのダルビッシュ、ユーという名前でしょ、はい、でユーという字はアリという字でしょ、はい、アリはシーア派のこうイマームというか指導者の、そうか、うん、だからとってもシーア派っぽい名前だなって。あ、これそれはお父さん意識したんですかね、うん、どうなのかな、なるほどね、うん、でもね、これ本人は分かんないでしょうね、お父さんに聞かないと分かんないでもね、最初に就職した球団がね、日本ハムとかね、うん、あのイスラム教徒豚肉食べちゃいかんだろうっていうね、うん、だからあの お父さんは今のイスラム体制に批判的なのかなと勝手に僕は思い込んでるんですけどねそれに対してイランはですね、中国ロシアともう去年の12月21日、はい、先月21日から4日間オマーンを含んで、3カ国海軍の合同演習を実施した、うん、この直後ってことですよね、だから事件がね、うんうん、こういうことや、あるいはその基軸通貨の脱ドル化をね、うん、中国、ロシア、イランとかっていう面々っていうのは、うん、間の貿易決済なんかを、うん、でドルからドル離れを少しずつ進めているって、うん、ソウルが基軸通貨でなくなるということになると価値を失うということもあるし、うんうん、まあ、同時に、まあ、ドル自体が確かに危うい、うん、米国経済が危うい、うん、またもしかしたらリーマンショックのようなことが起きるかもしれないという懸念はいつもあって、うん、そういうことになればますます基軸通貨ではなくなる可能性があると、うん、この問題もはらんでですね、うん、これは非常にあの大きな背景を成しているんじゃないかと思うんですよね、うん、どうなんですか、このあたりはどういうふうにアメリカとか中東に影響してるんでしょう。いや、一つはもうトランプさんが、まあ、引くという姿勢ですよね、うん、で代わりに中国が入ってくる、うん、で元いたロシアが戻ってくると、うん、そういう、まあ、だからアメリカは依然として影響力はあるんですけど、うん、アメリカ、中国、ロシアが、うん、まあ、大国間の力比べをやると、うん、その一段下でイラン、トルコ、イスラエル、サウジアラビアなんか力比べをすると、うん、そういうなんか重層的なゲームになって、うん、だから列強の時代なんですよ。ただかつてのイギリス、フランスというんじゃなくて、アメリカ、ロシア、中国、そして、まあ、地元の地域の大国が一生懸命力比べをやるということなんですね、うんうん、で、まあ、一つはね、やっぱりイランはアメリカにこんだけ叩かれても行くとこないんですよ、うん、で中国とかロシアにくっつくしかないじゃないですか、うんうん、でイラン人はね、ロシア人なんか好きじゃないんですよ、まあ、今ね、中国はアメリカからハイテク製品が買いにくくなりますよね、うん、はい、どこから買うかというとイスラエルから買ってるんですよ。たくさん中国の人が、まあ、なるほど、抜け道、トンネルになってるわけですね、だからこれがね、実はアメリカとイスラエルの間の緊張を生んでるんですよ。なんだとという話になりますよね、うん、俺たちがね、お前守ってるのに、どんどん抜け駆けしていくのかと、うん、それでこんなところで金儲けしてるのかと、うん、でしかも制裁の効果は上がらないじゃないかと、うん、いうことになって、普通だったらもう激怒するところ、うん、まあアメリカとイスラエルの特殊な関係があるから、うん、まあなんとかというところですよね、ことなんでしょうね、うん、でも長期的に見たら恨みが募りますよね、うんうん、だからまあ今ね、オバマさんの時以来、うん、アジアシフトということを言って、はい、中東から足を抜いて、うん、東アジアで中国、北朝鮮を睨むんだというのがアメリカの政策でしょ、うん、はい、でもアジアシフトというけれど足が全然抜けないじゃないですか、中東からね、中東でずっと引っ張られてますよね、うん、でアメリカがイラクとかアフガニスタンで何兆億ドルも使っている間に中国が軍備を拡充したわけでしょ、だからやっぱりね、なんか自分の主たるライバルは誰なのかという、うん、IS ごときではなくて、うんうん、アルカイダでもないし、うん、多分イランでもないんですよ、うんうんうん、なるほど、それを考えるとなんか大きな路線を僕はアメリカ見誤ってんじゃないかなという気がして、うんうん、で日本にしてみても、まあ、安倍さん的立場に立つにしてもアメリカ軍があんなところで血を流してるよりは、うんうんうん、東アジアにいてくれる方がいいっていう発想の方があってしかるべきだと思うんですけどね、うんうん、この中東の動き全般ですけれども、はい、もう含めてですけれども、どこがポイントになってくると、このイランを中心に見た場合、11月3日アメリカ大統領選挙です。全ての道はアメリカ大統領選挙に通じています。通じる